週仕事をやってくたくたで帰る途中さ十字路でディスコ帰りのイカれた奴らが酔っ払って俺の車を蹴飛ばした俺はどうなった、いつかってイライラのしっぱなしさ、満足なんかできはしないさ。待たされてやっと来たメニューを見れば干からびたサンドイッチと苦いばかりのぬるいコーヒー、俺はどうなった、いつだって満足なんかできはしないさ。数えろ、怒りと焦り吹き飛ばせ、祈るように数えろ、でも満足なんかできはしないさ。孤独と夢とストレスが快楽と愛とプライドがいつも路上に転がってるさ。ファッションだけが俺の世代さ。それじゃ満足できないなら戦争でも追っ始めるさ。